うまく嘘つけなかったな。最後のキルがあんま良くなかったね。タンタンタン、あれ今回クルーでしたっけ？ちょっと見てませんでした。クルーですね。夏目。どこしょー。ナイス。どこしょー。どこしょー。エンジンから。よし。今回は船船員のために頑張りますので。チャゲ。チャゲメイン。スナパイ。スナパイ先端。チャゲメイン、スナパイ先端で。ダウンロードのところにはいるな。富士宮さんか。スナパイ先端、富士宮。千早。おお。早いな。トータス。めっちゃいるな。富士宮先端。しはやトータス。あ、あるじゃん金庫。やべ、こんな時間にここ入るとか正気の沙汰ではない。結構経ったな。あ、スナパイさんアーカイブにいた。その後見てない先端。一応、貨物で、スナパイさん巻き、貨物巻きがオレンジ、紫、ピンク。はい。うん、青はどっちかな。いや、アーカイブ。ピンクは、僕も貨物、ね、アーカイブから来たよ。そうですね。青です。オレンジ。スナパイさんがアーカイブに来たの。青、赤。あれって停電前でしたって。停電前。停電秋でした。前。停電前か。うん。多分、下側。ですかね、行けたとしたら。で、一応全部情報出しておくと、寺堂さんとアーカイブで合流。うんうん。で、畑迫さんがエンジンからメインに行くのすれ違って、ミーティングエンド。うん、うん、うん。いや、スナパイさんシャワーのタオル集めしてた。僕と並走してタオル集めしに行って、僕はドア開けたの見た人います？なんか、シャワーのタオル集めしてた。あ、タオル入れてるときになんか、あれかな、センターさんとスナパイさんか。チャゲポンさんと畑迫さんってアーカイブまで来てますけど、シャワーからですよね、来た。さんもいたわ。僕は、その、右側、シャワーの右側の方には行ってないですけど、チャゲさんと、藤宮さんとチャゲポンさんとトータスさんも、あ、そうか、チャゲさんもアーカイブで見てて、はい、アシューさんがセンターとメインホールですれ違う前に、エンジンルームのところで左に行ってるのを見てるんで、うん、アシューさん今回、右側でスナパイさんが湧いてるんだったら無理だと思います。ありがとうございます。まあシャワーの右かメインのどこかかエレクトリカルあってエンジンくらいかなと思います、うん、うんうんうん、はいはいはい。千早さんはどっちからアーカイブ入りました？貨物から入りました。からトータスさん、寺蔵さんにすれ違ってアーカイブ入って、うんうん、最後ハタさんとすれ違ってます。オレンジ、紫、青、赤が貨物脇です。うん、うんうんうん、あ、夏目先生は？自分はエンジン脇、コミュニケーション、武器庫、キッチン、展望、最後武器庫です。はいはい。誰とも会ってません。いや、これ容疑者めちゃめちゃ多いと思います。僕一番右の貨物まで行ってるんですけど、弁当の可能性が拭えないと思いますので、容疑者めちゃくちゃ多い、出ると思います。シャワーから来た組が怪しいと思います。はじめさん無理か。一応もうちょっと白出してもいいかもな。センターも無理じゃね？どうだろう。時間的には可能かもしれないけど。いや、でもほぼ無理だな。藤宮さんだけ無理なんじゃないか、絶対。あ、でも藤宮さんも一応無理ではないか。無理ではないな。これ二つだけやってボタン押しに行こう。先端は右に行った。チャゲさんもいたな。多分。これなかなか絞るのはきついと思うな。頼むしないでくれ。よしよしよし。ナイスボタン。ナイボー。ナイボー。
藤宮さんはアーカイブにずっといたんであれば、下から来た人間とすれ違ったっていう証言がないんであれば、うん、まあ弁当の可能性はどうしても残っちゃうけど、昇降機右で停電直した時に、うん、トータスさんも一回昇降機右に入ってそれとすれ違って、まあ、アーカイブと昇降機行き来してって、トータスさん最後どこまで行きました？誰しか死んでないかなって見た瞬間に閉められて、うわーってなって開けたとこぐらいでなったと。アーカイブの下をってことですか？いや、いや、リアクターの方からアーカイブのドアを。うんうん。トータスも結構厳しいと思っていて、停電に なり始めるくらいの頃、俺とラウンジですれ違いながらリフト右側に行ってない？多分。うん、そう。停電にな、な、なんかね、停電のところ行こうと思って、誰かおるってなって離れた。うん。ジャゲポヨさんと畑作さんはどっちが先にアーカイブについてました？どうだろう、でもほぼ同じぐらいだと思います。同じか。あ、でもチャゲポヨさんって下から来たんでしたっけ？いや、タオル、拾って、放り投げてる時にセンタンさんと、スナパイさんが多分降りてきて、2人降りてきたの見えてて、うん、でそこから、アーカイブ入ってるので多分。ああ、そういうことか。うん、まあ、チャゲポヨさんも畑迫さんもスナパイさんを見てないっていうのがちょっと。タオルタスクやってるのは見てました。そうだそうだ。だから ほぼ同時です。うん。めっちゃ容疑者いると思うな。うん、ただ、トータス不死身はちょっと白目なのかなって思ってるけどなってぐらい。うん、死んでるなら、覚え系とか、ダイヤの覚え系のところか、シャワーヘッドのところ。一応聞くけど、停電直したの誰？あ、不死身が昇降機右で直してます。ああ、すげえ早かったのと、俺一番左で勝ち合ったっていうのだけ覚えてるんだけど、うん、貨物で直してました。うん。じゃあ、ジミヤさんとトータさんがちょっと浅そうでか、センターさん、うん、ってことですね。まあ同時に来てる。うん、あと寺蔵の主張をするんであれば、停電直してるタイミングぐらいでスナパイさんがシャワールーム右下っていうのはちょっとおかしいかなと思ってて、もうちょっと早めにタオルタスクのところぐらいまで行ってるんじゃないかなって思う。まあでも、うん、イリセンターもできるところなんだ。うん、いや、まあ、センターもできるかな。センターがやってるんだったら気づくんじゃない、誰か。センターも白目かな。まあ夏目先生も浮いてるしね。貨物から行けないこともないからね、結局のところ。センターも白目かな。ボタン俺押したんだよな。ボタン押しマークつけてないや。誰か入ってるな。夏目先生。夏目先生だったら殺されるかも。夏目先生だったら殺されるかも。怖い。足湯。頼む、誰も来ないでくれ。チャゲポヨ。あら。はい、センタンさんがコックピットで死んでました。コックピット、うん、入ってすぐ光る位置ですね。ちょっと上の方ですけど。あ、そんなとこまで移動してたんだ。そう。で、千早さんとバイタル情報持ってますか？持ってます。先出しますね。はい、はい。はい。そうですね。7秒、8秒ぐらいの、以内のキルになります。うん、うん。7秒、8秒以内か。藤宮さん、はい、夏目先生、畑迫さん、千早、この4人はちょっと、厳しそうです。うん、はいはい、神殿図周りにいますわ。エレキとか。はい。あ、ちなみに、そのコックピット行くときには、テラゾーさんとセキュリティとキッチン館ですれ違ってるんですけど、はい、うんうん、そのエレキでトータスは含まれないですか？僕がおったときはトータスもその辺にいたと思うんですけど。ああ、いた。いました。どうですかね。2人ともいた。でもその時は多分死んでないですよ。ああ、了解です。夏目先生って一番最初コックピット行ったけど、センターとすれ違ってない。エンジンルーム側に抜けたってことだよね、夏目先生って。すれ違ってはいるんですけど、情報出さなかったのは普通にバイタルから、台の死んだ時間が分かっているので、出す必要がない。どこら辺ですれ違った？エンジンぐらいかな。
はいはいはい。スナパイさんはどこ？スナパイさんは死んでます。まあ、死んでます。天国でした。チェレポンさんって。チェレポンさんもエレキいましたけど、どっちから？ですね、昇降機右でダウンロードしてた時に、先端さんがリフト使って左から右に来て、で、その後、アーカイブシャワー、メイン、エレキ通って、うん、最後、セキュリティのアップロードしようとしたところで、通報入ってます。うん。うん。うん、チャグさんってエレクトリカル側から来たんですよね。エレクトリ側からです。多分、エレクトリカルで畑迫さん、藤宮さんと、そうですね、合ってます。うん、すれ違ってるかなって。これって足湯さんのセリフ以外考えられなくない？トータスさんも厳しいんでしたっけ。ああ、俺、ギリギリいけるんちゃうから、俺今、宿舎前入ろうとしてるところないんけど、その前にメインで夏目先生、メインとエンジンの間ぐらい夏目先生違ったかな。まあ、でも、寺蔵さんが、ごめんなさい、トータスさん走ってた人って誰？足湯以外でも全然あると。なんか、畑迫さん。寺蔵はセキュリティに結構いて、足湯さんとすれ違ってから、すれ違う8秒前って絶対無理じゃない？オータサーシューさんとハタサコはめっちゃ前に20秒以上前にエレクトリックですれ違ってます、うん、別にできます。足湯セルフじゃねえの。20秒前にすれ違ってから普通にできます。まあみんなそっち側から歩いてきた。8秒間で来れるかどうかっていうので一回白出しした方がいいと思うけどね。あ、めっちゃいいボタン、めっちゃいいボタン。ここだけ議論進めていいですか？はい、うん、まず寺蔵さんは無理だと思いますか？足湯さん視点、足湯目線はいけると思います。キッチン方面から来て、僕はそのままの流れでコックピットまで行ったんで、寺蔵さんが左から来てるんであれば寺蔵さんが再ヒットなんかなっていう。ちょっと待って、夏目先生より俺先にコックピット出てるんだよ、覚えてる？そうです、コックピットは先に出て、武器庫には入っていってて、自分がエンジンとかで先端とすれ違い、自分がエレキについてぐるぐるした時にレポートなので、寺澤さんは引っ返したらまああるとは思います、うん、がそういう動きになるんや。はいはい、はい、時系列的に寺澤さんの方が先に進んでると思うので、うん、しかも武器庫の両方の扉も開けてるし、キッチンの右側の扉も多分俺が開けてると思うよ。で、夏目先生ってトータスさんとエンジンメインぐらいですれ違ってる。メインですれ違ってて、うん、トータスさんはセンターとすれ違った後にメインですれ違って左に行ってるので、うん、時点だとトータスさんの方が怪しいです。黒い、黒く見えるとね、はい。はいはいはい。なるほど。トータスかな。バイタル情報的に足湯さんのセルフはかなり薄いと思います。そうだね。8秒前っていうんだったら、うん、確かに。うんうんうん。ぴったりつくぐらいなんで。8秒前7秒から8秒以内のどこかのキルですね、うん、はい。でも多分寺蔵さん視点ではそのぐらいの時間ですもんね、つくんに、うんうん、確かに足湯さんがついて殺して8秒間はちょっと長すぎる気がするから、足湯さん無理なのかな。だから8秒間ではなくて、千早さんが見たのが7、8秒前に見ていって死んでいないから8秒以内って言ってるってことですよね、うんうん、あ、そうです。あ、だからもっと短い可能性もあるってことな。それならわかんないな。あ、そういうことか。あ、それやったらセルフもあり得るってことですね、うん、けど、うん、けど自分直近ではないことを証明できてて、あ、自分もバイタルを最後の方で見てて、はい、死んでるの確認して数秒経ってからのあれなので、うん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 、7、8秒前に見て死んでないのであれば寺蔵さんは弾けると思います。うん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 、僕の方が入る、それなら。じゃあ、トータスさんが筆頭で、足湯さんのセリフも、まあまあ、うんうん、あり得る。特セリフではないけど、何秒か待ってるって感じ、うんうん。勘違いしてました。8秒前に死んでたと思っちゃった。大変失礼しました。うん、なるほど。夏目足湯はあんのかな、どうだろう。かばったように聞こえたが。まあ白くなってよかった。展望行こう。いや、セキュリティの方がいいな。セキュー、セキュー。ジミアさん、そっからできんの？ジミアさん、ゴーンって音したけど。お、畑迫。
あ、足死んでる。はい、夏目先生リフトの右側はしごの上です。リフトの右側ちょうど、はい。で足湯さんはバイタル情報で一応あって停電中に死んでるんで38秒とか40秒以上前です。ああそうなんだ、うん、じゃあ畑さんことすれ違った時にはもうすでに死んでたってことね、うん。まあ、正直足湯さんが切られてるのでさっきの容疑でトータスさんが一番筆頭だと思ってて、うん、カメラでも、トータスさんがミーティングにいるのを確認してます。で、はいはいはい、まあ現場からも近い。最後ミーティング2でした。トータスさん誰がいたんですか奥に。いや知らんで知らんで。あの後トータスさんと千早さんが、はい、行こうってことですね。え、ちょっと待って、トータスさんがミーティングにいたっていうのはミーティングで何かしてる様子だった千早さん。いや、アドミン情報です。僕がカメラで見てます。うん、今チャゲポーさんはどこにいたんですか最後。僕最後またエレキに戻って診察に行こうとしてるタイミングでした。なのでアドミン的にはまだエレキだと思います。ミーティング以外のアドミンってしてないですか。エレキ1、はい、展望からキッチンに1、メインに多分2かな。キッチン1畑底です。貨物からアーカイブに1？ そうです、それが藤宮です。そんな感じ、うん、ちょっとメインあたりはあやふやで申し訳ない、うんうん、で、リフトに2かな正しいところで言うと。そこがちょっと、まあでも基本はトータスさんとチャゲポヨさんが怪しいかなっていう感じですかね、うん。まあ、一応千早さんの偽装もありますけど、うん、さっきの容疑から、まあ、確かにトータスアシューしか容疑者上がってなかったから、ね。まあ、アシューが死んでる段階でまあまあ俺かなってなるもわからんでもないけど、俺をボタンを押していいものかどうか悩んでた、悩んでなんか端っこ登ったり降りたりしてたんや。悩む状況かな、結構立ってたよ。ポヨタスだろ。俺が一応まあ筆頭やからさ。ポヨは違うよ。まだちょっとジャゲプロさんかどうかは微妙なとこだと思います。まあ、うん、うん、情報出してるだけで白くはないと思いますね。みんな情報を出してるだけで白くはないよね。ただまあ千早さんはかなりクリティカルな情報を出してるところで白目なんじゃないかな。トータスもそんな否定してなかったしな。にいるなんて嘘やって言わなかったもんね。とりあえずタスク行くか。ナイボー、ナイボーです。早いんですけど一応タスク状況の確認も含めて。そろそろ終わります。うん、です。結構あるな。僕はどっかな。多分アップロードダウンロードアップロードがあるわ。ごめん。うん。あれなかないわ。アップロードした覚えあるわ。じゃあなんだ。あれ、トータスさんは黒確定なので、うんうん、千早さんも相当白いとは思います。トータスさんを追い詰めるあのミーティングなので、うん、まあそうですね、うんうんうん。それ以外は正直、まあ、バイタル情報もその藤宮さんが入ってるカメラの情報もそこまで追い詰めた感はなかったので、それで白っていうのはちょっと難しいかもしれない。まあまあそうですね。ただ千谷さんを白で置くとアドミン情報で、まあ、メインキッチンにいる畑迫さんが合ってて、まあ、貨物からアーカイブに移動してる藤宮も合ってるので、はい、浮いてるというか、まあ、行動経路的にはチャゲポヨさんがヒットかなと。どっちかっていうとトータスがミーティングで足湯さんをやっていると考えた方がいいかな。うん、だからリフト右側の夏目先生で追うんだったら、うん、俺視点畑迫は厳しいかな。畑迫は診察からで俺と診察エレクトリカルの間ですれ違って俺が右に畑迫が左に抜けてるじゃん。はいはい。
その後、ヒャタサコってどういう経路通ってキッチンの？セキュリティで藤宮さんとすれ違って、うん、カメラをちょっと見て、貨物で寺蔵さんを見てキッチンです。貨物で寺蔵さん、ああ、はいはい。なるほどね。セキュリティのカメラで見ました。うん、やっぱり3でしょう。違うよ。初日のスナッパイさん、容疑的にも藤宮さんが、うん、薄いって考えては、考えればチャゲボーさんが僕になりますよね。多分。まあ、多分スナッパイさん切る自体は、そっか、ハタサコさん。僕はチャゲポヨさんに入れます。うん、ハタサコも白だと思う、完全に。だからチャゲさんで終わらなかったら藤宮さん、テラゾーの多分対決になるから。なので僕目線だと藤宮さんかテラゾーさんのどっちかになっちゃうんだけど、なんかどっちもなんかそんなに疑わしい感じじゃないので、いや藤宮さんも悩ましいなと。藤宮さんの上の方は無理だ、やれないわ。なんか白だわ。寺蔵さんの方がちょっと怪しいかな、うん、そうだね。これで釣れなかったら俺になるから、多分これで終わりだと思う。あー、ごめんなさい。ギリギリ。ナイス。ナイス。ナイス、ナイス。上の方に死体が固まってたのが不運だったね。藤宮はたさこ。死体固まっちゃった。申し訳ない。ごめんなさい、チャゲプヨさん。頼む、尻拭ってくれと思ったら拭ってくれた。やってしまってくれ。俺も弁当から出てくるの上から見られてて。うわーってなって。チャゲプヨさんに任せてぬんのって逃げました。なんか見ちゃったんやろうなと思って。え、足湯さんを殺してから弁当で右に抜けて、逃げようと思って、しばらくもう逃げようと思ったんやけど、うん、スナパイさんはどこで、僕はどこだっけ、シャワーのヘッドのとこですね。あ、そうですね、弁当の左上ぐらいで死んでは出ないよ、ね、出ないんですよ。その後すぐハタサコさんとすれ違ったので、ヒーってもうヒーって声上げながら見つからずに済んでました。